お世話になります、ひとりでございます。2021年7月17日、18日の土日でポケモン GO の大きなイベント GO フェスが開催されるという情報を聞き、前日の金曜日にふと今回の企画を思いつき、東京のとあるホテルに来ました。セブンイレブンいい気分で食料を調達し、夜中にいきなり人と遭遇してびっくりもしましたが、スカイツリーが綺麗なので OK でしょう。GO フェスは明日からで、その日からチェックインしたら開始時間10時には間に合いませんから、いわゆる前乗りというやつをさせていただきました。スマホと荷物を持ちながらだと入室は難しすぎますね。部屋の中は美しいベッド、バスローブ、パジャマ、広さはそれほど広くないですが、いかにもホテルなホテルです。バス、トイレ、洗面台が一緒なのもホテル感があって逆にいいですね。ちなみにここのハンドソープの匂いは鬼良かったです。私はお酒が苦手ですが、なんとなく酒とかを含め3日分の食料を調達いたしました。やっぱりコンビニの食料は最高ですよね。この日はチキン南蛮弁当とパンを食しました。今回は急遽ホテルに来て、GO フェスのことを全然知らなかったため予備知識を入れておきました。といっても GO フェスはざっくり言うと色違いが出やすくなるイベントというだけなんですけどね。あと2日目に伝説ポケモンのレイドがいっぱい出るという感じで、まあこれはガチ勢の方だったらすでに持ってていらないっていう方も多いかもしれませんけどね。かなり念入りに調べ、3時くらいに寝ました。目覚まし2個セットしといたのですが、私は環境の変化に弱いため6時台に勝手に起きちゃいましたね。カーテンを開けると美しい景色で毎日眺めたくなりますよね。まあ私は高所恐怖症なんで低層階がいいんですけどね。はい、ということで GO フェス当日7月17日の土曜日になりました。今ね、こんなね、なんか変な宗教のカルト宗教みたいなね感じの服装になってますが、これは ここのホテルのパジャマです。いいですね。で今回ね、どんな企画をやるかって言いますと、まあ今はねコロナウイルスが蔓延していますよね。余計な外出はしてはいけないみたいな感じなんですけど、まあそんな状況なんで今回考えたのは、一歩も歩かず色違いがどんぐらい手に入るかってことですね。このホテルの中でゴーフェスの2日間ずっと引きこもって一歩も外に出ずひたすらこういう風にやって、それで色違いどんぐらい手に入るのかなと思いましたので、今回やってみたいなと思います。ただ一歩も動かないっていう条件だとポケモンが出てくるところってなかなかなくてですね、ですから私はわざわざこのホテルに来まして、ここの付近はめちゃくちゃポケストップっていうこの道具とかが手に入ったり、まあ道具を使えばポケモンが出てくるようになるような場所があるんですけど、それがもうめちゃくちゃたくさんあるということで、ですからここで、この企画をやろうと思ったわけでございます。はい、じゃあ実際ねスマホを見ながらやっていきたいなと思います。今ねいるホテルはもう結構ねやっぱり周りにポケストップが、ございます。この付近だけでも 1,2,3,4 個、5個かな、ございまして、これ結構触れればこのジムに届いたりとか、ここに届いたりとか、その GPS のブレみたいな感じで、ここにも届いたりもしましたね。とりあえず一歩も動かず4つある状態ってのはなかなか強いと思いますので、私今回ねやっていきたいなと思います。あ、ただうわ、こことかめっちゃね、ルアーモジュールもう使われてますね。まだゴーフェス始まってないんですけども、いやーだからここはやっぱりあんま人通んないのかな。ここだけないっすね、ルアーモジュールが今のところ。ここまあ東京の中でも都会なのかな、ちょっとよくわかんないけど、まあそれなりのとこなのに、レイドとかも全然人集まってなかったですね。始まってすぐじゃない限りはもうほとんど人集まらないみたいな感じで、意外と東京でもそうなんだなって思いましたね。しかも駅地下なのにここ。で今回どうやってポケモン捕獲していくか具体的に言っていくと、まあ、ここで道具で、まあお香を使いますと、それで、ここらに、ルアーモジュールを全部ねポケストップのとこに入れますと、もうその状態でもひたすら、こうやるだけですね。それでさすがにちょっと私ご飯とかも食べたいんで、食べてる時はこの自動で取ってくれるモンスターボールプラスを使ってやっていきたいなと思います。あとねレイドとかもねちょこちょこやっていきたいので、その間はこれ使って、捕獲しとくっていう感じですかね。じゃあ残り始まるまで、10分ほどございますので待ちましょうか。はい、ということで9時59分であと1分です。誰もルアーモジュール使ってない、ここだけ自分で全部使わなきゃいけないかな。そしたら10時になったけど誰も使ってない、マジかマジか始まりました、来た。いろいろあるけどどうすりゃいいの。あ、もういろいろ出る。ちょっと待って、ルアーモジュール誰も使ってくれ、あ、くれてるか、くれてるか。
いいかな、まあ、とりあえず捕まえていきましょう。捕獲スキップのやつちょっと学んだのに全然できてない。もう遅いぞ。これで、はい、あ、全然もうミスってるし、捕獲スキップのやつやってんのに、あ、ミスったバカした、全部バカしてる。はい、これで、はい、ここで捕獲スキップ、結局捕獲スキップでできてねえし、しかもまあそもそも色違いじゃないしね。色違いじゃなかったらいらないんだけど、そもそも、まあ、とりあえず捕まえとこうっていう、あ、てかお香も使ってねえし、もう全然ダメ、全然予定通りじゃない、やばいぞこれマジで本当に。え、これできないじゃん、あれ捕獲スキップさっき学んだのにな。とりあえずここで、お香使っていきましょう。お香を一応ね使っといて、この人たちを処理しましょうか。はい、あ、できた、できた、捕獲スキップできましたね。でここで多分ハイパーボールとかボール足りなくなっちゃうと思うんで、モンスターボールプラスつなげておきたいと思います。これはポケモン捕まえる用じゃなくて、あのアイテム取る用、一応かけておきましょう。スコルピとか出んのかな、色違い。まあとりあえずまだ、全然色違い出ないじゃん。はい、ここでいいよ、できた、捕獲スキップできるようになりましたね。よしよし、なんだこれ。あ、でそれでこういうのをまあクリアしていきましょう。アイフォンのハートポイントを獲得する。ここも入れとくか。え、なんで誰も入れないの。え、ここそんな人いないの。え、なんで俺が入れないと。あ、なんか変なピカチュウ来た、なんかメロエッタのやつとか言ってたかな確か。あ、アンノーンだ、初めて見たことないっすね。オッケー、アンノーン初めて捕まえた。あ、ヨーギラスも出るんだ、こだえましたね。あ、ここはもう終わってんだ。ここで好きな方を選ぶ。あ、ちょっと待って、好きな方向性、やっぱねこれ迷ったんだけどね。普通だったらハードロックピカチュウなんですよね、絶対かっこいいから。でもアイドルピカチュウもあえて選ぶっていうのもありなんだけど、やっぱかっこいい方選ぼっか。なんかマスクピカチュウだっけ、あれめっちゃ手に入れるの難しいでしょうけど、なんか似てっからね、ハードロックピカチュウと。だからなんかやめようかなと思ったんだけど、結局ハードロックピカチュウの方がいいっすね。あ、でそうだ、一つ言うの忘れてましたね。あの色違いの数ですね、色違いの数今148体なので、148体からどんだけ増えたかっていう感じで見ていきたいなと思います。あとはですね、評価マックスですね、これ24体いるので、これもねどんぐらい上がるのかっていうことも、ちょっと見ていきたいなと思います。まあ、大して増えないんだろうけどね。ここはでもやっぱポケモンが尽きることはないのでいいですね。やっぱ4つあればどっか、あ、来たんじゃない、あ、来てないかこれ。30分で1匹も出ないって。あ、来た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 んじゃないこれ、来た来た来た、ようやく1体目来た、ようやく。ここドラ持ってるけど、持ってるけど、まあいいよまあいいよ、まあ来たくれるたから、よしよしよし、1匹目こいつ嫌だったけど、まあいいよよしよし、いいよ。30分で1体だぞおい。そう、1回切ったんですよ、もう出てこねえから。ちょっと長くなりすぎちゃうから、ビデオの尺が、だから短くしてもう1回やろうと思って、それで1回目で出ました。なのでこの素材的には一番最初にね、こいつ色違いが出たということで、まあ、それは皆さんには関係ないんですが、とりあえず良かったです、色違い1匹目ゲットしました。まあ、こっからはね、ちょっとね、流してやりたいなと思います。30分で1匹ペースだったら、ビデオずっと撮っとくのも難しいので、まあ、あと30分ぐらいやろっかな。こいついらないんだよ。あ、ナビキ持ってなかったんだ、こいつ。オッケー、卵帰りましたね。卵勝手に、歩いた設定になって、GPS が多分揺らいでるからかわかんないけど。それで、ああ、来た来た来た、ハードロックピカチュウ来ました。オッケーオッケー。これで、いくぜ。来たー、ハードロックピカチュウ来ました。はい、肝心の、あー、個体値微妙、微妙ってか悪いわ。うわ、これどちらかを選ぶことでその先に続くリサーチの内容が変わりますということで、私はジグザグマっすね。あのポニータの方は、あのポニータ結構持ってるからな、ジグザグマだけ多分一番上の進化だと思ってない。あ、来た来た、野生のナックラ、青カビみたいのが来たぞ、ようやくだよ、ようやく来た。よっしゃよっしゃ、こいつは嬉しいぞ。次15分ぐらいで来ましたね、ちょっと慣れたからかな。ようやくね、でもゲットできたわ、とりあえず。ああ、よかった。モノス一回やってみましょうか。いいねいいね、かぶってるね、皮かぶってるね。ああ、13人もいる、すごいなこれ。リモートレイドになっちゃうけど、まあ、とりあえずやっておきましょう。まあ、このやってる間はこいつで捕まえてきます。
いやボコ殴りにされてる、かわいそう。もう一瞬で終わった。ああ無理か、さすがに色違い出てないか。もうレイドパスもね、ガンガン使っちゃいたいなと思います。私はオッケーオッケー、これでまた達成しましたね。よし、戦慄ポケモン終え、はいこれで、はい、達成。あジグザグマ来た。ジグザグマいいね、かぶってるね。おーおーおー、いいね、個体値なかなかいいんじゃん。あーフライゴンとサーナイトね、迷うけど実用性的にあのサーナイトなんですよね。フライゴンって多分そんな強くない、調べた限りでは。だから実用性私は取ります。あ1キロ歩く、えちょっと待って、これ先行けないじゃん。待ってよ。1キロ歩く、えちょっと待って、これ無理じゃね、この GPS の揺らぎだけでいけますかね。あでも 0.4 キロ歩いてますね。一番初めに卵を入れましたけど、それが 0.4 キロ分歩いてるんで、え多分1時間で 0.4 キロってことは、まあ1キロだったら2時間ぐらいでいけそうですね。なのでまあ大丈夫でしょう。いや無理か、もう1時間経っちゃうよ。うん疲れた疲れた。うわ意外と疲れんな、これ。いやー、終わっちゃったね。はい、これで1時間の結果は、どうなってるかっつうと、モノズの間に色違い手に入れてないから、ナックラーと、あとは、ココドラだけ。うわ、マジかよ、少ねえ。全然手に入ってないですね、欲しいやつ。ちょっとここからポケモン変わるから、また新たな展開にも期待したいけど。あ、来た来た、色違い来た。よっしゃ。よっしゃ、だけどあんまりこんな人面魚はちょっと私はあれだな。マジなんかアマビュー。いいけど嬉しいけど、他のやつの方が良かったから。アンノーンとか欲しいんだけど。まあまあまあいいよ、オタマラをゲット、これで3体目。まあまあまあいいんじゃない。でももっと派手な色違い欲しいよ。じゃあこれラスト1体いきましょう。ラスト1体いって、はい、来い。あー、来ないか。無理か。もうこっからはちょっと流しでね、やっていきたいなと思います。さすがに全部撮ってると、見る方も大変だと思いますので、それで私もね、マスクずっと被ってやるのはほんと嫌なので、ベッドのとこでね、もうこっから歩いていきますけど、そこの目の前に、ここに、今目の前にね、ベッドございますけど、ここで、ちょっとね、やりたいなと思います。ちなみにこの街ではあんまそんな人がいない感じですね、思ったより。みんなステイホームしてんのかな、ちゃんと。まあちょいちょい人はいますけど、まあそんな言うほど多くもなく少なくもなくっていう感じかな。ポケモン GO やってる人っぽいのも見えないし。ここにテレビがあって、ここにベッドあるんで、テレビ見ながらねちょっとやっていきたいなと思います。この間にも携帯をいじってないですが、こいつでねやってますんで。いや今回の企画マジ優雅だな。優雅で楽で楽しいわ。楽ではないけど、8時間ずっとポケモン GO やってればいいだけだからね。楽っちゃ楽だわ。まあ、この前のね100時間かけた企画も何か見ながらできはするんですけど、こんないい環境ではなかったんでね。やっぱホテルは過ごしやすくていいですわ。来たけども持ってるやつまた色違い、ちょんちが出てきた。おいお前持ってるやつだけ2体目くんじゃねえ。おコイキング出てきたけど、こいつ持ってんだよ。持ってるやつばっかしか来ない。おお来た来た来た。モノズが普通の方で来たわ。レイド散々やったのもったいねえな。レイド課金までしたのに普通に出てきたモノズが。今昼の12時ぐらいになりましたんで、ここで、昼休憩みたいな感じで、まあポケモン GO をやりながらやりますけど、この濃厚バター醤油の、ポテトチップスと氷結が昼ご飯でございます。ただ私ね酒飲めないはずなんですよ。すぐ酔っ払っちゃうで頭痛がしちゃうんですけど、で普段全然飲まないんですよ。ただなぜか氷結なんか挑戦したくなってみたんで、ポケモン GO の企画ついでにやりたいと思います。倒れないようにしたいと思います。しかも 500ml なんて1回も飲んだことないわっていう感じなんですけど、まあいけるっしょ。お、来た。ゴニョニョ来た。いいぞ。ああ。うわ、疲れた。来た。来
た。グライガー来た。グライガーの色違いはやばいわ。よっしゃー、あ、ミスった、あぶね、送っちゃいそうだった、あぶね。まただ、すごいラッシュが来てる。また多分ね、来たぞ。はい、これで6時になりました。終了です。第1日目、疲れましたね。ゴニョンヨ捕まえて終わりです。多分これでもう出なくなるのかな。あとはちょっとお香とか余っちゃったけどね。30分分お香使ってなかった時間あるってことだから、ちょっとそれ良くないね。改善していかなあかんですね。まあ、とりあえず集計しましょうか。もう外もね、夕方になりまして、すごくいい感じの光景となっております。いいねこれ。ということでこれ全部飲んでね、しかもその間にまたね、これ撮るの忘れちゃったんですけど、もうパンとかも食いました。夜ご飯ついでに食って、食いながらみたいな感じで腹減っちゃったんで、そしたらもう眠くて眠くてね、途中辛かったですね。特に3時頃かな、2時から3時頃全く出なくて、色違いが、その時マジできつかったっす。だからそういうなんか、あの時間帯によって出やすい出にくいとかもあるような、なんか感覚的には、気がしましたね。じゃあ中身見ていきますよ。ノーマルのやつは、まあ結構送っちゃったりもしてるんであれですけど、まあ、色違いだけ見ましょうか。じゃあ色違い169ですね。だから何個増えてんだ、ちょっと最初のやつちょっと覚えてないんであれですけど、ちょっと見て数えてみましょうか。これ日付順に並んでますので、だからアーボの色違い2体ということですね。これもう大体ね、最初持ってたからね、だからいらないんだよな。余分にあるのはいいけど、まあ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 っていう感じで、ナマケロもね、いいっすね。でストライクも出て、で しかもこれめちゃめちゃすごいのが、ストライクとナマケロ連続で出ました。これやばくないですか。で多分ね、深丸もね、最近会ったばっかですから、そのコミュニティデイだっけ、それで出やすくなったばっかですから、まあ全然いらなかった。こいつ何体持ってるもん。でグライガーね、グライガーめっちゃいいっしょ。この色大体めちゃめちゃかっこいいし、めちゃめちゃいい。で多分ね、ヒコザル、でアーボもう1個ね。だからアーボ3体もいる。まあいいんだけどさ。でグレッグルですね。グレッグル、こいつら2体もう連続で出ました。これやばいっすよね、マジで奇跡すぎるっていう。ただそこを取ってなかったんですよ。いやー、取って見せたかったな。連続で出たやつで、次はゴニョニョニョ。モノズはこれはレイドじゃないですね。レイドではいう色違い出なかったっすね。そんなやってないっす大体。でコイキング、こいつもまあ持ってるし、大体コイキングの色違いってまあかっこいいけど、赤いギャラドスとかね、金銀とかでね、普通に手に入っちゃうから、なんか価値としてもその時点でめちゃめちゃ低いなって私としては思っちゃうんですよね。まあ嬉しいけどね、色違い出る分には。でチョンチも持ってたし、もともと2体いますね。でチルット、チルットもコミュニティデイだっけ、で最近出てましたから全然必要ないんですよね。でそうそう、アーボとかもストライクとかも関東のツアーみたいなやつで出てましたから、色違い出やすくなってましたから全然必要ないんですよね。そこのあたりちょっとさ、考えてくれよって思っちゃうんですけどね。まあそこはいいでしょ。でオタマロでしょ、こいつ人面魚。まあまあまあ、でもこいつ最初ちょっと文句言っちゃったけど、まあいいよ、持ってないし。でナックラーも最高で、ココドラはもう持ってたんですよ。これたまたま私、この前ね、ココドラ、あ、つかナックラも持ってたわ。ナックラもそうだ、普通にイベントとかなしで普通にノラで出てきたんですよ。ここにいますもんね、ナックラ。うわ、だからもったいねえ、なんか全部ノラで出てきて、うわラッキーって思ってたらナックラのイベント来るっていうね、悔しいところはありますけど、まあでもいいんじゃないですか。だから21体か。21体手に入ったということで。まあ、これどうなんだろう、多いのかな、少ないのか、ちょっと私にはわかんないですけど、まあ、すげえ悔しいとは思わなかったですね。結構ね、短い頻度で出てくる時もあったんで、モチベーションを保ってましたね。ただ2時3時ぐらいが本当にマジでしんどかった。あと捕獲のスキップができなすぎて、イライラしてた。ってのはありますね。明日は伝説ポケモンのレイドすべてのやつかな、が出るらしいんで、私、それもね、結構私はポケモン GO やり始めたのも最近ですので、1年ぐらい前かな。ですんで、まあ、ギラティナとか持ってないやつもチラチラいるんでね、それぞれ捕まえたいんで、それもやるんで、ちょっと色違いだけ専念するってのは難しいですけど、だから今日よりは減っちゃう可能性もありますけど、まあ明日も頑張りたいなと思います。まあ、だから時間で言ったら10時から18時の8時間ですから、だからまあ1時間でやっぱ2体とかそんぐらいか、大体だ30分で1体とかね。一番最初頻度はそんぐらいだなって言いましたけど、やっぱそんぐらいですね、最後まで行っても。それより若干多いぐらいな。でもコミュニティデーとかは、今ここにポカブいますけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10体手に入ってんすよ。
しかもほぼ全部自動ですから、取り逃してるのもあるとして、まあでも同じぐらいなのかな、確率として。まあ今日はとりあえずこの後は、昨日ちょっとねゴフェスのことを調べてたりとかして準備してたんで、ギリギリでねもう準備して知識詰め込んでたんで寝てないんで、今日はちょっと食料とかもなくなっちゃってるんで、食料を調達して、それで早めに今日はね就寝したいと思います。買い出しに行こうとしたら、中学生が、あんな近くにスカイツリーあるって言ってて、その方向を見たら意外と近いなと思って、人気も全然なく感染の危険性は低いだろうということで、急遽歩いて行くことにしてみました。ただ歩いても歩いてもなかなか着かなく、麓まで30分くらいかかったと思います。それくらいむっちゃでかいってことですね。実際麓に来たらめちゃくちゃでかくて太くて最高でした。上の方の電子掲示板的なところには東京オリンピック2020みたいな感じで書いてありましたね。で、丸越で食料を調達しホテルに帰還。ホテルに着いたらスカイツリーは赤くなってましたね。割引になってたんで間違えてこの日期限が切れるものばっか買っちゃいました。そんな食わないのに。そんなバカな私はお酒といくつかのパンを食しました。今日付が変わるような時間帯なんですが、さすがにポケモン GO をやってるような人はいなさそうですね。当たり前ですがフェスもやってないので。でちょっと今日見てたら東京タワーらしきものを見つけました。もうこっから見るとめちゃくちゃちっちゃいんだなって思いましたね。やっぱスカイツリーがここから、まあ、別の方角ですけど見えるんですけど、それはめちゃくちゃでかかったんですけど、東京タワー多分これだと思います。すごいちっちゃい、可愛い、抱きしめてあげたい、そんなような東京タワー。僕とおかんと親戚とそのおっちゃんみたいな感じでした。そんな本ありましたよね。読んだことはないですけど。お笑いを見ながら今日捕まえたポケモンの整理。早く寝ようと思ったのにスカイツリーに行っちゃったもんだから、結局1時くらいに床に着きました。ああ。